研究構成局とは、研究の構成性、すなわち科学における、不正行為が行われていないかどうかなどを監視する、米国の政府系機関である。前身は、アメリカ国立衛生研究所内に設置された、OSI 及びアメリカ合衆国保健福祉省の、アシスタントセクレタリーフォーヘルスの下に設置された、オーシアの二つであり、1992年5月に、 統合されたものである。オリは保健福祉長官に代わってアメリカ公衆衛生局の研究構成活動の指揮監督を行っている。ただし、食品、医薬品行政上の研究の構成性については守備範囲外である。組織的にはオリは OS の中の o s ュ内に存在している。オリは次のような活動を行うことでその責任を果たしている。 とうとう、ありがとうございます。